こんにちは人ジ部長ユーチューバーの長谷光です、えー、今日もですね12月4日ということでランチェスター経営の武田佑先生の日めくりカレンダーからご紹介しますまず読み上げます限りある経営力で1位になるには傾向となるも牛語となるなかれの教訓に従い市場規模が小さな商品小さな地域小さな客層に目標を定めよと補足を読みますと 市場規模が大きなものには大企業が何社もいて競争が激しいここで規模が小さな会社が経営すると大きな会社から圧迫を受けてひどい結果になる欲を出すなという内容です、まあ、これも非常に経営していくには大事な内容ですでどうしてもですねなんかこうまあうまく例えばビジネスがですねうまくいき出した時に まあ、なんかこう商品を、まあ、こう数多く広げてしまったりとか、まあ、他店舗で、まあ、店舗をですね広げてみたりとかとにかくこういろいろなことを広げていって総合化してしまったりすると、まあ、これはもうまさにこれ危険ですよね。例えば今っていう現在で調子がいいって言ったとしてもですねそれがまあじゃあ1年後3年後5年後って継続して伸びていけるのかって言ったら。 そここをちゃんととと見てていいいかないといけなけってことですねだからむやみやたらに今儲かってるからじゃあそれをこう拡大路線で行くだけがいいのかという話ですね。で特に今はやっぱり売上を大きくするっていうことだけ売上を大きくするっていうよりもやっぱり利益っていうのをきちっと確保していくってことが、まあ、ど,どちらかというとお重要な事柄になっていくので、まあ、そういう意味では、えー、どれだけちゃんと 絞るかと地域とか客層とか商品とか、まあ、こういうものをですねきちっと絞っていくってことがとても大事になるという話ですね、えー、だから例えばですね飲食店も、まあ、ファミレスみたいな大手さんがやってるファミレスみたいなタイプのありますよね。そこに行くと、まあ、和食も洋食も、まあ、イタリアンもいろいろあるじゃないですか。だからまあいいろろ 選び放題だったりするわけですけども、まあ、それは大手だからある意味できるわけですねチェーン展開をし,して、まあ、いわゆる食材とかを大量仕入れしてで、まあ、各店舗に送ったりとかそういうこともできるわけじゃないですかだけども小さな店舗だったらなかなかじゃあそれを総合化してしまった時にじゃあそれが果たしてできるのかどうかっていう利益率の観点からするとそれが果たしていい選択なのかどうかってことですね だからやはり個人店とか小さな店舗であればあるほど専門店にに特化すするっっててていうのがとても大事になってきますよねだから例えばとんかつとかうなぎとかってそういう個典でそのとんかつ屋さんとかうなぎ屋さんってなっていくとファミレスのファミレスとかにもとんかつとかうなぎってあったりするじゃないですかだけどもじゃあそこで食べるかっていといたらあんまり <laughs> まあこれ私の感覚ですけどあんまり食べたいと思わないですね。うん でどちらかというとこういう専門店に行って食べた方がいいと思っているんですよ。だからまあファミレスがいいところはまあ子供まあ私は子供小さいので子供を連れて行ったりとかする時に食べさせるためにはいいですよ。あとまあた時々そういうまあ家族で行く場合だったらそれはいいんでしょうけどもなんかこうまあ自分が行くとか誰かと行くとかっていうまあ仕事の関係等で行く場合だったらもうその専門店の方が、えー まあ、行きたたいなと思ったりしますよねだからそれぐらいちゃんと絞るっていうのはとても大事なことですね。で例えばこれ武田裕一先生からお聞きした話で福岡の中洲の方で不動産屋さん、うん、やられてる会社さんがあるんですけどもそこは最初創業当時は九州のまあほぼ全域をですね、えー、まあエリアたあの地域として、えー、ターゲットにしてたんですね。だかからもうかなり広いエリアですねでだけど全然儲からないと。 で一方でですね、まあ、ランチェスターを学ばれてそこから中州という地域に目をつけ、まあ、水商売のお,、まあ、お店等が飲食店とかがありますからそこの、まあ、賃貸、えーまあ、店舗の賃貸っていうところに、えー、焦点を当ててその不動産会社さんから半径5 0 0メートルっていうのは証券にするとだからもうガッと絞ったわけですね。そうしたたら業績が良くなったと だ地域を絞るだけでもそういういうになると、まあ、もちろんその地域をやみこむ絞ったわけではなくてその自社の範囲の中でどこが一番客層なのかっていうところをですねしっかりと分析して絞ったっていうところがあるわけですけどもそういうようなことをしっかりやるとその広げるんではなくて絞ることによって業績がガッと上がっていくということがあります。でちなみに私私のビジネスででうとですね、まあ、私は人事コンサル 人事コンサルティングというカテゴリーで仕事をしていますけれども、えーまあ、この分野もですねすごく抽象的な言葉なので、えー、範囲は広そうに見えるんですけども私は何気にですね地域はですねそれほど絞っていないんですけども、えー、客層と商品は絞っています。えー、例えば客層っていうのは 私はやらないこととしてはまあやらないとかやれないこととしては例えば労働トラブルのことだったりとかうんまああとはその就業規則を作るとかまあそれからまあ給与計算社会保険の手続きとかですねこの辺の労務の分野は私はやらないですなぜなら私は社労士でもないからっていうところあります。で一方で、 私が、まあ、一番あのターゲットにして,るしてる部分っていうのは社員数がやっぱりですねもちろんクライアント先には、えー、6070人ぐらいの規模の会社もありますけども、えーまあ、一番ターゲットは1050からこう50人ぐらいですねでこれなぜかというと人事部長がまずそもそもいないっていうことですね。 で100人とか200人ぐらいになるとまあ人事部長単独ではいなくても兼務で人事部長的な役割をしている人たちも出てくるのでまあお社員として置いてたりするのであまりそこに私が関与する、まあ、余地もないというか、えー、必要性もない部分もあります。えー、逆に、えー、社員がが、まあ、例えば1人2人ぐららいの企業さんだったら私が入ったた私入としても あんまり貢献できる領域じゃないですね。それはもう経営者の方がやっぱりこうチーム組織を作っていかないと、えー、ならない領域なので、そういう意味では、えー、まあ10人未満ぐらいだったらあんまり私は関与するところは少ないのかなと思います。だからそういう部分でももう客層を絞ってます。で、なおかつ労働トラブルの部分は私は基本やらないっていうのはトラブルってですねマイナスになったものをゼロに一回上げる。 こことじゃないでですすかかかれ相当労力かかるんですねマイナスをゼロにするっていうのは。でその労力に関わったとしてじゃあその分のフィーフィーっていうのが報酬っていうのがそれに見合うぐらいの報酬なのかっていったらそんなことないんですね。いろんな社労者さんに聞くとそんなこともないのでじゃあこれはまず私も経験もない部分もあるし、まあ、やりたくもないっていうところもあるので、まあ、そこはやらないと。 で一方で私が関与する場合っていうのは大体がですねもう業績がこう右肩上がりですね右肩に伸びてる状況でで、えー、この何でしょうねこう、伸びてるんだけど社内を見るとですね社内を見ると <laughs> 仕組みがないのでかなり俗人的に仕事をしているという状態ですね。んだかか、ら、まあ、ミスが結構あったりとか うん時間が遅くまで遅くまでやってたりとかですねそういうケースが多いんですよ。だけど業績はいいと。でそういう場合っていうのはやっぱり対処の仕方とかその仕組み化っていうことをきちっとやっていきさえすればですね次のステージっていうのは見えてくるんですね。まあ、それをまあ前職で経験させてもらったっていうところもあるんですけども、まあ、そういうようなところをまあ客層としてターゲットとしてますあ。客層であり商品ですね。だからこういうふうに絞っていかないと。 まあ、なんかその他の大勢総合的に何でもできますよみたいな感じにしてしまうと、まあ、なかなかそのうまくいかないしあなたは誰ですかとあなた何をやってる人ですかっていうふうになってしまうのでそういう意味ではやっぱり今回のですねきちっと絞るっていうことですね、まあ、これを是非、えー、実践していきましょう。ということで、えー、今日は以上です是非、えー、チャンネル登録をお願いします